東大生のことどう思いますかってことなんですけど、あすごいですよね。まあもちろんね、勉強したっすもんね、偏差値ね、70以上ですからね、常にね。だからね、あのね、警察比例の原則間違ってるよね。うん、うん、間違いない。あ、そこですか、はい、警察比例の原則は間違ってるよね、それはね、あの俺自衛隊のホームの人が来ても俺言い任せると思うよ、うん、ああ、そうですね。だずる、だずる、ずるじゃなくておかしいもんだから、うんうん、あの理論は俺嫌いなんだよね。あの警察比例原則ってあるんですよ、うん、でそれを自衛隊で教えてるんですよ、うん、で何かっていうと同じ武器しか使えない、うん、だから相手がナイフだったらナイフ、うん、相手が銃だったら銃までしか使えないとかね、うん、そういうことを教えてるんですよ。防弾とかでもね、うん、教えたりしてるんですけど、あれ嘘っすからね、うん、嘘なんですよ。これもう、これもう間違いなく俺言えますから、うんうん、嘘を防衛省教えてるんですねって、まあ言ってこれ、これ、これ、あれですね。ガード。ちゃんと伏せる。後ろ頭かきながら話すね。まさかこの時間でこの丸線が出ると。どういうのがね。だってさ、あれはやりすぎちゃいけませんよっつってね、警察官が犯罪者に対してね、やりすぎちゃいけませんよって言うんで、うん、ある一定の制限をかけましょうっていう論文なんですよ。それは要は学者が言った論文みたいなね、うん、理論なんですよ、法律じゃないんですよ、うん、でそれをね、まあ要は確かに過去は警察官がやりすぎたっていうのは実際あったわけだし、うん、だからそれ以上やっちゃいけませんよっていうのはありましたけど、うん、それは理論であって法律じゃないと、うん、でその理論を適用したことによって本来警察官が市民を守るためにね、必要なことができなくなっちゃったんですよね、うん、できなくなっちゃったからそれじゃまずいでしょと、うん、同じ武器って言ってもね、だからこれよく言うんですけど、マイク・タイソンがね、うん、素手で人を殴り殺してました、うん、私が警察官で行きました、うん、マイク・タイソンは素手だから素手で戦わなくちゃいけないんですかって言ったらね、うん、素手で戦ったら負けるでしょと、うん、そしたら負けちゃったら、うん、マイク・タイソンは多くの人を殺してしまう、うんうん、マイク・タイソンって言っちゃいけないですけどね、マイク・タイソンぐらい強い人、うん、だったらこれはもう猛獣クマとして見てね、うん、動くな、ね、やめろっつってね、うん、やめないと撃つぞっつって、それでもやめないで人を殴ろうとしたら撃たないと市民を守れないんですよ、うんうん、そうですね。だから要は同じ武器じゃないですよね、うん、マイク・タイソンみたいな強い人は素手、警察官は拳銃かもしれないけど、うん、拳銃を撃たないと素手じゃ勝てないんだから、うん、拳銃を撃ってでも、うん、そいつを倒して市民を守るっていうのが警察の使命なわけじゃないですか、うん、昔言われてた警察比例の原則なんかやってたら無理なんですよね、うん、だからそれは理論であって法律的には全く問題ないわけだから、市民を守るためにやんなくちゃいけないというので、うん、今は相手がナイフであったとしても拳銃を撃ったとしてもですよ、これは適法な使用でしたって警察は言ってるのに、自衛隊ではそれをやらせないとかね、うん、そういう理論があるわけですよ、うん、あれはおかしいでしょと、うんうん、適正な武器使用、適正じゃないんですよ、うん、そうだから本来ね、何をするべきかってね、自衛隊は国家、国民、国家を守るため、うん、警察は市民を守るため、そのために必要なことをしなくちゃいけないわけなんだから、うん、そこで武器が同じじゃないといけないっていう理論がそもそもおかしい、うん、なのにやんなくちゃいけない、その同じじゃないといけないっていう教えることは絶対間違ってるんですよ、うん、理論だから、昔の人が言った論文でしかないんですよ、警察比例の原則っていうのはね、これあの警察ね、今お話しされてる警察比例の原則の話、うんうん、これは別の機会にまたちゃんとすいません、あの酔ってない時にあの相当酔っ払ってから、うん、相当酔っ払って言ってますけど、あの、ね、これ本当にいい話なんで、これぜひ現職の方には聞いていただきたい、うん、聞いていただきたい、うん、ちょっと今日はね、ちょっと都合あってこれ以上お話していきたい自衛隊のね、ホームの人、まじ本当に、うん、本当に、ね、言いたいことあったら言ってもらっていいですよ、うん、本当に来てもらったら俺ちゃんと話しますから、本当ですよ、これは理論であって、ね、うん、昔の人が言った理論であって今は違うんですよ、うん、そうですね、なのにそんなこと言ってっからね、うちの訓練来てね、ナイフでプスって刺されて、うん、なんで撃たなかったのって言ったら、田村さん警察比例の原則ですよと、そういうことですよ ね、 ね、相手がナイフだから撃てなかったんですって言って死んでるんですよ、うん、訓練だけどね、そんなことで市民を守れるかってね、バカじゃねえのってね、うんうん、真面目ですよ日本人は、バカなんですよ、本当にバカバカしいことを、うん、それを国家の、もういや税金でね、うん、教えてるんですよ、うん、膨大でもね、うん、でもバカらしい話です、うん、そういうことすんなってね、
あの誰だろうな、すいません、はい、あんま言うとね、あんま言うといけないんだね、酔っ払ってますから、そう、酔っ払いの戯言として聞いてください。酔っ払いの戯言です一応ね、はい、でも正しいことは言ってるんですけどね、また機会を改めて仕切り直して、仕切り直して、